今日さあさっき4枚の写真をねツイートしたの。火と水と花火とシャボン玉の4枚の写真をねつぶやいたんだけど、なんかあの写真を見たらなんか本当になんか。 うんあれは別に「イコラブ」だけの力じゃないし「イコラブ」とノイミーちゃんとジョイちゃんの力だし3チームの36人の力であのステージに立てたあの人数のファンの方に来ていただいたから別に「イコラブ」だけの力じゃ全くないけどでもなんかその昔からのこととかを考えたらあんなにいろんな演出できてこんな大きいステージに こんんんなにもたくくさのののファンの方がが来てくれててれるんだっていうのがすごくなんかジーンときちゃって今日 <laughs> そうなんかいいなって大きくなったなって思った改めて写真を見たらもちろんステージ上でもすごくたくさん思ったんだけどでもなんか改めてああいうふうに客観的にこう見たら最初は全然ねまだ「シェハラさん」っていう逆にお名前だけで。 本当にあれだったからそこから大きくなれたなってまだまだ大きくなるし、うん、途中なことはもちろんそうなんだけどでも昔と比べるとああこんな大きなステージに立てるようになったんだなって思ったらすごく嬉しかったですだからそういうツイートしちゃったなんかその私たちの初期のことを知ってくれてるファンの方って たくさんいいるわけじゃないと思うしその方たちが私たちの,その初期を支えてくれたから今の「イコラブ」があるわけでだから少しでも1秒でも応援してくれた方はもうみんな私たちにとって私たちを作ってきてくれたファンの方だからなんかそう考えると初期の頃から応援してくれてた方に大きくなったなって思ってほしいなって。なんか 成長したんだなっていうふうに思ってもらえてたら嬉しいなって思ったしうんなんかすごいジーンときちゃったんだよね感動しちゃった <laughs> 急に <laughs> 急にねそうなんか別にこの日までめちゃくちゃ時間がかかったのかそんなかかんなかったのか分かんないけどでもこの5年間もいっぱいいろんなことを あってでもアイドルはみんなそううだと思うみんなその何年間もいろんなことがあってどんどん大きなステージに行くからこれは普通やと思うんですけどでもこのステージに立てるのって誰もが立てるわけじゃなくて当たり前のことじゃないからどんだけ頑張ってどんだけかわいくてどんだけ歌が上手くてどんだけダンスが上手くてっていう人でもそういうステージに立てる人って限られてると思うしだから。 うん、なんかこのステージに立てたことって本当にすごいことだなって思ってなんか昔のことをすごい思い出しちゃいましたっていう急にしんみりとさせてしまったけど全然しんみりしてないのよ <laughs> 全然ねでもすごいね本当に思ったのあの写真を見てうわこんな演出すげえって改めて思ってそう感動しちゃったんだ <laughs> だから次はイコラブだけで代々木を埋めてイコラブの力でこのステージ埋められたって思いたいから頑張る <laughs>。